内原寺三門の金剛力士蔵家原寺は、大阪府堺市西区下、原寺町にある行基州の本山の寺院。以前は、高野山真言州別格本山であった。本尊は、文殊菩薩。地元では、知恵の文殊さんとして親しまれている。寺伝によると、慶運元年、行基が聖火を寺に改めたのに始まるとされる。永尊が、歓元三年に再興し、 多くの達中を有したが、陛下などで衰退した。江戸時代には、田安すが帰還して、治療の寄進がなされている。しかし、明治初年の廃仏希釈で荒廃する。1989年に、三重塔が再建された。2018年に、高野山新言宗から独立し、行紀宗を創設して、本山となっている。合格祈願の寺として、以前は祈願する際に、 本堂の壁に直接願い事を書き入れていた。そのために別名落書き寺と呼ばれていたが、現在は合格祈願をハンカチに書いて、本堂の外壁に貼り付ける形に変わったことから別名ハンカチ寺と呼ばれている。三門に暗記されていた以前の二王像は明治時代の廃物希釈の中で村人によってフランス人の美術賞に売却されてしまった。現在は アメリカ合衆国首都ワシントン DC のフリーア美術館に収蔵されている。ありがとうございます。